よくもぶつかったな。うわー、Hello everyone、 大家好、皆さんこんにちは、ひときです。今日は日光の江戸村に来ました。この場所は江戸時代の町を真似て作られているので、江戸時代にタイムスリップしたように感じられます。では早速見ていきましょう。これね、靴、これわらっていうもので作った、草履っていうんかな、草履っていう靴でかトイレも男性女性を昔の言葉で殿方、奥方と書いてあります。僕たちも江戸時代に来たので、江戸時代の人の格好をしたいと思います。はい、これでお、みんな侍だ。はいみんな剣持ちます。暑いんでね、うまく日陰の方逃げながら遊んでください。これリアルに戦うと必ず怪我にも出ますので、はい、気をつけてはいかっこいい。この場所はよく侍の映画を撮るときなどにも使われています。この靴もさ、チェンジしたからすごく涼しくて気持ちいいね。刀抜いてなんだろうね、ここ忍者体験ができる場所だって。でも誰もいないね。畳の下いるかもしれない。畳の下に、あ、もう始まってるゲームが。ここに火を焚いて、その火でこの中に入ってるお茶を温める。本当だ、ぶつかったな。よくもぶつかったな。うわー。この方は昔江戸時代の人が使っていた三味線と呼ばれる楽器。これは今でも使われる楽器ですが、それについて説明をしてくれています。糸を押さえて引く、こんな感じで引くんですね。でバチ持つから、でこの革に当てて引く。これがこうなっちゃうと音が太鼓に響かないので、ありがとうございます。ありがとうございました。あ、はい、ありがとうございます。ここですか？あ、なんか通るんですか？どうやらもうすぐみんなの健康をお祈りする出汁と呼ばれるものが通るらしいです。江戸時代の人といえばこの団子を食べているイメージがあるので、僕たちも食べたくなって買ってしまいました。ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、真ん中のがくるみです。あんこの団子ね、うん、いいね。これいくら？150。あ、150円なんだ。いいね。この江戸村は結構大きいので、どのように見ていくかを話しています。やばい、忍者のショーがもうすぐ始まっちゃう。急げ急げ。あー、間に合わなかった。でも別の時間にまたショーがあるので、その時は見たいと思います。おそれで取っちゃダメだよ立ってるやつってさ、忍者が水の中に入ってそれで呼吸してるやつじゃない？どうもどうも、お侍様、おかえりなさいませよかったら涼しい店内でご飯なんか食べててくださいね。ありがとうございます。いい匂い。ああ。御礼でございます。誠に申し訳ございません。どうもこんにちは。ここは忍者の迷路と言われていて、とても大きな迷路になっています。忍者の森。これが結構難しかったです。すごい笑ってるな。こっち？マジでこの中？うん、怖い。忍者だ。やったー。ここからスタートだ。じゃあ好きなところだって入り口。じゃあバラバラに行くか。ここから行っていいのかな。ダメか。え？全然わかんない。みんなどこ？全然わかんなくなっちゃった。刀使っていいかな。あ、これ？おお、なるほど。あ、やった。お見事、脱出成功。やった、俺たち一番だ。とても楽しそうだったので僕たちも挑戦しました。まあ俺が本当の忍者かな、うん、成功したからね。日本人だからね注意書きまでちゃんとベビーカー本当はカタカナで書くのにひらがなで書いてある。友達が迷路から全然出てこれないから電話してます頑張れ、あとちょっと。ここの先っぽが少しとんがってて危ないのは、なんか忍者とか悪い人が登って入んないようにここが危なくなってる。なんか忍者のショーをここでやるから、そのための列に並んでる。Yeah, watch out. It's almost falling down. No.What? How? How is it possible? いきます。さっき刀で戦った跡が、赤い血が下に垂れている。こいつだ。これだね。ここではいろんな食べ物も売っています。僕も買いたいと思います。このじゃがいも串一つください。あ。すいません、ちょっとそこにお財布取ってきます。お財布忘れちゃった、ありがとうすいません。あー、めっちゃ恥ずかしい。この芋串が一番美味しかったです。ゴミを回収してんのかな。うん、皆さんにも忍者のショーを見せたかったんですけど、ショーの撮影がダメなのですみません。ここの広いステージで忍者同士が戦っていて、とてもかっこよかったです。ショーを見た後、僕たちも忍者になりたくて忍者の練習をしました。まず最初に忍者の家に来ました。ここでは家が斜めになっていて、とても歩きにくかったです。うわ、落ちる落ちる。なんだこれ、斜めってるじゃん。うわー、やばい。あー、ダメだ俺。あー、ダメだ。ここでは手裏剣をどうやって持つか、どうやって投げるかを説明してもらいました。頭の横で構えていただきます。手首を使っていただいて、力強くですね、前に打ち出していただきますね。お見事。お見事でございます。マジですごいな。お当たり。どうもありがとうです。どうぞ。あ、お兄さんにはクナイを差し上げますね。結構綺麗。これすごいね。おお、かっこいい。くるくる回る。これもう動画で勉強したね。高速でくる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 って回る様子ね。花魁で花魁、前説明した花魁。江戸時代の大金持ちはたくさんのお金を使ってこの花魁とお酒を飲んだり歌を歌って遊んでいました。本日はご来場いただき誠にありがとうありす。どうぞごゆるりとおくつろぎくだしやんせ。では実際どうやって遊んでいたのか、そのショーの撮影は OK だったので撮影してきました。めっちゃ綺麗だね。特にこの綺麗な女性は花魁の中で太夫と呼ばれる一番高い位についていました。この太夫は歌や踊りなどたくさんの知識がないとなれませんでした。鮮やかにお願いいたします。それでは見せていただきましょう。吉野内太夫の名にかけてどうぞ。他にも江戸時代の女性はどのようなメイクをしていたのかなども教えていました。そろそろお腹が減ったのでご飯を食べたいと思います。とろろそばだね。うまそう。山芋っていうネバネバする芋のそば。いただきます。熱い。これはね、ここに書いてあるけど竹籠って書いてあるから全部竹で作られたなんだろう籠。これらは全て竹でできていて、昔の人は竹を使っていろいろなものを作りました。これは落ち葉。これも竹でできてて、なんか落ち葉とか落ちた葉っぱを集める時にこれを使って集めて捨てる。上がらないよう願い上げ候。これ今言う人いないけど「お願いします」の意味が、まあ、今の言葉の意味になるかな。そろそろ遅くなったから帰ろうかなと思います。皆さんありがとうございました。知らない間に服がほどけていたみたいです。この女性が教えて直してくれました。でもとっても恥ずかしいです。